こんにちは、学習塾ネスト福知山の小西優穂です。今回の動画は特別編、中3の、テスト直前ということで、今までやってきたところの、要点をチェックしてテスト本番に備えようという動画になっております。教科書、第1章にあたる部分ですね。最初の、世界は美しいと、見開きのところの詩、これも含めて、あとは握手、それから、学びて時にこれを習う。この二つと、この詩と合わせて三つテーマに、授業の方やっていきます。テスト対策ということなので、筆者が言いたいことって何なんだろうとか、この本文におけるポイントってどこなんだろう、これをね、しっかり身につけるために、動画見てもらえたらというふうに思います。では、早速、最初の世界は美しいと、ここからやっていきましょう。3つ問題準備しておりますので、一緒に考えながら解いていってください。最初のこの世界は美しいと、教科書見開き、長田博史さん作の詩ですね。じゃあ、早速問題です。詩の最後で作者が言いたかったことは、次のうちどれでしょうか？詩の中で作者が言いたかった、伝えたかったことって何だろう。この3つのうちから選んでください。あ、美しいものは塵に返ってもなお美しいので大事にしよう。い、美しいものも永遠ではないので美しいと言葉にしよう。う、美しいという言葉も永遠ではないので今のうちに言葉にしよう。さあ、この3つのうち作者が言いたかったことってどれでしょう。では考えてみてください。じっくり考えたいなっていう人は動画を一旦ストップして、説明、しっかり見ながら考えてみてください。さあ、答え出ましたでしょうか。3つともね、なかなか似たような文章になっていたり、美しいってすごい連呼されているので、どれがいい合ってるんだろうっていうのがね、難しいかなと思います。はい、でこの問題は当たり前ですけど、この世界は美しいとこの本文をしっかり読んでないと絶対解けない問題です。はい、皆さんもね、教科書持ってると思いますから、一度その詩の内容をしっかり見てみてください。その上でこの問題見てみると、あ、そっか、そういうことかって分かる部分があるんじゃないかなと思います。この世界は美しいと、この詩の中で、特に大事な一文っていうのがあるんですね。それがこれ。見えますかね？これ。美しいものを美しいと言おう。これが、教科書から数えて、1,2,3,4,5 行目。それから、後ろから数えて5行目。2回出てくるわけですね。この本文の中でポイントになるのはこの一部。美しいものを美しいと言おう。言葉にしようということなんです。はい。私たち人間は、ふと気がつくと、美しいという言葉をためらわず口にすることを誰もしなくなった。それで会話が貧しくなったっていうふうに最初書いてます。作者が憂いている、その心配しているのは、美しいものを美しいってちゃんと言ってない人たちが多すぎるみたいな、そういうことを嘆いているわけですね。それから、じゃあ美しいものを美しいと言おうということで、いろんなものがその詩の中で美しいものの例として挙げられている。はい。そしてじゃあ最後、白の枝を燃やして灰にして巻く。何一つ永遠なんてなく、いつかすべて塵に帰るのだから世界は美しいと。こういうふうに文章終わるわけですが、じゃあ、あ、塵に帰ってもなお美しいので大事にしよう。これは、確かに塵という言葉も出てきます。すべて塵に帰る。でも、それでもなお美しいって作者言ってましたか？これは言ってないですよね。はい。もっと言うと、作者が伝えたいことっていうのはもっと別にあるんです。で、い、美しいものも永遠ではないので、美しいと言葉にしよう。今作のポイントになるのは、これ。美しいと言葉にする。
美しいと言おうっていうのが筆者が一番伝えたいことなんです。なので今回の問題も早く出ちゃいましたが、答えはいが正解になります。美しいもの、まあいろんなものあるけど永遠ではない。何一つ永遠なんてなく、いつか全て塵に返る。だから世界にある美しいものは美しいって言葉にしといてあげよう、言葉で言っていこう、そういうふうに筆者が言っているわけです。美しいという言葉も永遠ではないので、今のうちに言葉にしよう。言葉、美しいっていう言葉自体が永遠かどうかっていうのはここでは語られていません。なので美しいものを美しいと言おう、この本文の中で大事になっている一文、これを的確に言い換えたもの、まあ意を選択してあげてください。はい、ということで、じゃあ1問目はこれでおしまいです。次、じゃあ握手っていうところの、これ小説ですね、こちら見ていきましょう。教科書、井上ひさしさん作の、まあすごい長い物語になっています。まあ学校で習って一通り物語の内容は皆さん知ってると思います。まあ個人、光が丘天使園ですね、そこにやってきた、まあ、私と、それからそこの園長であるルロイ修道士という人たちの、2人の交流が描かれる物語です。まあ個人に実際に行っていたのが過去のエピソードとして語られ、現在の話では、それから数年経って上野で、食事をするわけですね。で、あ、お久しぶりですねっていうふうに昔を懐かしみながら会話をする。で、そこでもいろいろ話をするわけですが、まあ、最終的にルロイさんは重い病気になっていたということが明かされて、物語の最後で、まあ、亡くなってしまってたんだというのが明かされます。で、その最後の場面、私がルロイ修道士のお葬式に、行きましたと。で、今現在は一周忌になるというところなんですが、葬式でそのことを聞いたとき、じゃあ問題、私は知らぬ間に両手の人差し指を交差させ、せわしく打ちつけていた。こういうふうに文章終わっています。この時の私の気持ちとして最も適切なものは次のうちどれでしょうか。私の気持ち、この3つの中から選んでください。あ、ルロイ修道士の病気に対し何もできなかった自分への苛立ち、うん、い、病気の重さを教えてくれなかったルロイ修道士を恨む気持ち、う、重い病気だと知らずに亡くなっていったルロイ修道士を哀れむ思い、うん、哀れむというのは悲しむという意味です。さあ、この3つのうち私の気持ち、手指をこう打ちつけていた私の気持ちってどれでしょうか。選んでみてください。はい、さあ一つ絞れたでしょうか。まあ本文をねしっかり読んでいればわかるかなというふうに思います。では確認していきましょう。まずこの問題の中でポイントになるのはここ、ちょっと省略してしまっているんですが、両手の人差し指を交差させて打ちつける、こういう動作ですね。私は知らぬ間にこういうふうにやってた。これって何だったか覚えてますか？これはルロイ修道士の指使いというか、まあ昔やっていた癖なんですよね。両手の人差し指を打ちつける、これどういう意味の指言葉だったかというと、お前は悪い子だ、ダメだぞっていう、そういう合図、指言葉だったわけですね。私が勝手にこの天心を抜け出して旅行に行った時にルロイさんがすごい怒って、まあ、こういうふうな指言葉をしていたわけです。お前は悪い子だ、そういう意味のある指言葉だったわけですね。私がそれを知らぬ間にやっていた、要するにお前は悪い子だっていう意味、まあ何か怒っているみたいな、
そういう意味合いが含まれていそうな気がします。はい、まずこの3つの選択肢を見る中で最初にこのう、これは違うなって気づいてほしいですね。まず重い病気だと知らずに亡くなっていった。これ本当に知らなかったんでしたっけ？いいえ、ルロイ修道士は自分が病気であることを知ってた。そしてそれを隠してたんですよね。ただ、上野駅で別れるときに私が、まあ、それを見破るというか、先生、死は怖くありませんか、まあ、ちょっと間接的にではありますけど、病気だということを悟った。その時にはルロイ修道士、少し赤くなって頭をかいたとあります。これは自分が隠していたということがもう見破られてしまってちょっと恥ずかしいみたいな気持ちなんですよね。なのでこの時ルロイさんは自分が病気であることを知っていました。で、さらにルロイ修道士を憐れむ、まあ、悲しむ、かわいそうにって思う、これはこの指言葉とも合いませんよね。なのでもううわこれ違うなっていうふうに外してあげてください。じゃあ赤い、この2つで迷うとしたら、じゃあどっちが正解になるんでしょうか。もう答えを教えますが、今回これはあが正解になります。ルロイ修道士の病気に対し何もできなかった自分への苛立ち、自分への苛立ちです。お前は悪い子だ、ダメだぞっていう風な指言葉なんですよね。じゃあ誰が悪い子なのかっていうと、ルロイ修道士が悪いんですか、それとも私が悪いんですか。私は天使園でルロイ修道士にすんごいお世話になってるんです。で、私だけでなく、その天使園でお世話になった子たちはルロイ修道士を心から尊敬している、もうこんないい人いないっていうぐらい尊敬しているわけですね。そんなルロイ修道士を恨んだりするでしょうか。まあもちろん、なんで病気のことを正直に教えてくれなかったんですかみたいに思うかもしれませんが、それでルロイさんを恨むっていうところにはつながらないんですよね。そうではなくって、自分自身がルロイ修道士の病気に対して何もできなかった、ただ見送って、それが最後の別れになってしまった、その無念さ、自分自身が何もできなかったっていうことに対して苛立ちを隠せなかったわけですね。だって最後の最後、仙台でルロイさん亡くなってしまったわけで、私はそれに立ち会えなかった。自分は気づいてたんですよね、ルロイ先生なんか病気だ、分かってたのに何もできなかった。それに対してお前は悪い子だっていうふうに思う、それが指言葉として表されているわけです。よって、今回の問題、意図は×で、ルロイ修道士の病気に対し何もできなかった自分の苛立ち、青へ選択してください。はい、では握手はこれで終わりにしたいと思います。次のテーマに行きましょう。はい、3年生たくさんテーマがありますが、一つ一つね、どういう内容だったかなっていうのを、確認しながらしっかり復習をしていきましょう。ほい、じゃあ次は学びて時にこれを習う、これ漢文ですね、論語から抜粋された、文章っていうのが4点教科書の中には入っています。全部をね、内容をおさらいするっていうことはちょっと時間の都合上できないので、その中でも特に問題として出てきそうなものを一つピックアップして紹介をしています。じゃあ一緒に考えていきましょう。はい、本文の中で言うと2つ目のところですね。詩曰く、古きを温めて新しきを知ればもって詩たるべしと、こういう一文があります。詩曰く、古きを温めて新しきを知ればもって詩たるべしと。はい、この文章について、これ実はある故事成語の元になったエピソードなんです。故事成語何だったか覚えてる？これは昔の、出来事とかが元になってできた言葉、四字熟語なりことわざなり慣用句なり、そういうものですね。今回漢字四字とあるので、四字熟語が
できているわけです。これ何だったっけ、漢字4字で書いてみてください。そして2問目、この漢字4字の四字熟語の意味として最も適切なものを次の3つのうちから選んでください。もう先に言っておきます。あ、過去の事柄を研究して新しい知識につなげること。い、古くから伝わるものは温存し新しくできたものから使っていくべきだということ。う、新しい知識にばかり目を向けるのではなく古い知識も大事にしようということ。この中でじゃあ、四字熟語の意味として合うものどれでしょうか、選んでみてください。はい、今回は2問構成になっています。まあ、このどちらかの問題っていうのは結構、まあ、どっちかが出題される可能性かなり高いですのでしっかり確認をしておきましょう。さあ答えられましたでしょうか。まあ1番はこれはさすがに学校の授業でもやってるはずですので皆さんパッと分かったんじゃないかなと思います。じゃあ1番確認します。この訓読文これを見てもパッと思いつく人は思い浮かぶんじゃないかなと思いますね。ここ、まあ、上半分のところに出てくるこの4つの漢字、これをあと元にして はい、このような四字熟語が生まれました。これ読み方わかりますか。これは温故知新というふうに言います。温故知新ですね。はい、これはもう大丈夫ですね。意味はこの後で問題で確認をします。でここでさっき抜き出して4つの漢字のうち真ん中ここは読まない漢字でしたよね。まあ、送り仮名とかに意味が吸収されている漢字、これなんて言ったか覚えてますか。そう、これは置き字と言われるやつです。はい、置き字もねしっかり確認をしてください。じゃあ温故知新、四字熟語分かったところで意味確認していきましょう。この意味として最も適切なもの次のうちどれでしょうか。まずこの古きを温めて、この古きっていうのが、まあ、古い事柄という意味です。で温める、この温めるっていうのがどういう意味だったかですよね。温めるっていうのはまあ電子レンジでこうバーッと温めるとかそういうことではありません、当然ですけど。じゃあどれなのかというと慣れて上手になるまで、まあ、学ぶと。温めるっていうのは実は学ぶことなんです。慣れてそれを上手になるまでひたすらこう、まあ、勉強するというか上達させるために、まあ、学習する、まあ、そういった意味合いがあります。古いことを、まあ、勉強しようっていうふうに言っているわけですね、ざっくり言うと。そして新しいことをそこから知っていこうというふうな意味になるわけです。じゃあこのうちどれかというと、もういきなり答え言っちゃいますが、あ、これが正解です。過去の事柄を研究して新しい知識につなげること、これが温故知新という四字熟語の意味になります。過去のことから、これが古き、それを研究するっていうのが温めて、そして新しい知識につなげる、新しきを知ればというふうになります。だからまあ考古学みたいな昔の日本の歴史とかそういうのを勉強することで、まあ、新しい今これからの技術につなげていく、まあ、そういったことに知識というのはつなげていくことができるんだということです。古くから伝わるものを温存する、そして新しくできたものを使う、まあ温存っていうのが出てきますが、これは温存っていう意味ではありませんよね。それから古い知識も大事にしよう、まあ確かに古い知識大事にしてほしいですが、ここでは古い知識から生まれる新しい知識をこれにつなげようという意味になるので、これはちょっと逆のことになってしまい
います。よって今回の問題は、あ、過去の事柄を研究して新しい知識につなげること、これを選択してください。はい、ということで、本部の内容については以上です。最後は漢字2つやって終わりにしましょう。手元に書けるもの用意してください。2つ確認します。1番、困難は分割せよ。分割、さあ書いてみて。2番、本を返却する。返却、さあ漢字で書いてみて。さあ書けましたでしょうか。書けてない人は動画ストップして、書けてから再開してください。では確認します。分割、これは分割、割るという字が出てきますね。はい、それから返却、これは返却、まあ、こういう感じになります。まあ、2つね、しっかり書けるように練習をしましょう。それから他にもたくさん漢字出てきますので、教科書に出てくる内容をね、しっかり見ておいてください。ではテストに向けてしっかり要点チェック、頑張ってやっていってください。今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。